この1週間に起きた地震について振り返る週刊地震情報です。まずこちらの画面ご覧ください。これは昨日の午前10時までの1週間に起きた体に感じた地震をプロットしたものになります。主なものとしては伊豆大島近海で21日に起きた地震、そして同じく21日トカラ列島近海で起きた地震、こちらが1週間では目立った地震となりました。1つ目、伊豆大島近海の地震ですけれども、こちらは21日の夜ですね、21時29分頃にマグニチュード 4.3、最大震度3の地震が起きました。これ以外にもこの21日から22日にかけて伊豆大島近海では地震が多発しまして、この2日間で体に感じた地震、全部で13回となりました。この辺りは伊豆大島三原山という活火山があるなど、火山に関連する地震が多い場所になります。今回の地震に関しては震源が比較的深いということ、そして震源が深い方から浅い方に上がるなどの上がってくるなどの火山活動の兆候というのは 見られておりません。ですので、火山に関連する可能性、これは比較的低いのではないかというふうに見られます。そしてもう一つが21日のこちらは朝に起きたトカラ列島近海の地震です。マグニチュード 4.1、 最大震度は4でした。このトカラ列島付近では4月の9日以降、群発地震活動が続いております。活発な地震活動は全体的には収まってきているんですけれども、その中でこの水曜日は一時的に活発化したということが言えます。このあたりの地震活動、こういった地震の多い時期と少ない時期を繰り返しながらだんだん収まっていくという特性を持っております。全体的には収まる流れに変化はないと見ています。そして最後、海外の地震ですね。 USGS アメリカ地質調査所が決定した震源とマグニチュードによりますと、最も大きかった地震、24日の朝に起きましたトンガの地震です。マグニチュードが 6.5 でした。このエリアは太平洋プレートとオーストラリアプレートの境界にあたっておりまして、地震活動が地球上で見ても最も活発なところの一つとなります。今回の地震、深さが300キロとかなり深いところで起きた地震ですので、余震活動が活発化したり、あるいは次の大きな地震への移行ということは考えにくいかというふうに思われます。単発の地震で終わっていくというふうに予想されます。以上、週刊地震情報をお伝えしました。